さあ、今週も競馬エイトの高橋健司さんに、東京ベスト3伺っていきたいと思います。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週末はいよいよ日本ダービーということになりますね。はい、そうですね。まあ,あの、本当に日本のホースマンが、ここを目標に、本当にあの競馬1年過ごしてるっていうところもある、すごくあの、えー、意義のあるレースですし、うん、あのやっぱりいつもの東レ戦の雰囲気とは違ってですね、やっぱりあの、 ああダ,ービーダービーウィークだなっていうぐらいあの人も多かったですしね <laughs> 馬の方もすごくあの、うん、あのたくさんたくさんというか、まあ、たくさんではないんですけれどもいつも通りなんですけれどもやっぱりこう追い切りもねちょっとこう熱を帯びていたかなっていう感じは、えー、仕事ししてても思いましたね、うん、90回を数える日本ダービーあのホースマン、ねうん、えと競馬関係者のみならず競馬ファンにとっても 熱くなる週本当にあの、うん、本当に1週間すごくあのずっとこういろいろねあの考えをめくらせながら過ごせる1週間なのじゃないかなっていうふうには思いますし、はい、えまあ僕はですねあの本当にあの関西に密着して仕事をしてる以上あまりこうダービーにねあの現地 で見に行くっていう機会にはそんなにこう恵まれはしないんですけれども、うん、それでもやっぱりあ,のある種独特の高揚感がありますんでね、うん、すごくあの今年も楽しみなレースですね、はい、今回の東京ベストスレーを決めるにあたって、高橋さんも気合いが入りましたかそうですね、うん、特にあのやっぱり皐月賞がすごくあのタフな競馬、タフな馬場状態の中での競馬になりましたんでね、うんうん、そのあたりをうまくこう、 そのタフなレースを消化してきた馬たちは、もちろんそこからうまくリカバリーできてるかどうかっていうのは、すごく大事だなというふうに思いましたし、うん、やっぱり例えば、青場所ですとか、プリンシパルステークス組っていうのは、ここにきての上昇度っていうのがすごく大事になってくると思いますので。うん うん、その,あの、まあ、路線別にもね、すごくあのテーマがしっかりこう決まってるレースだなというふうに思いますんで、まあ、いずれにせよ、やっぱりあのここを勝つために、ここに向けて仕上げてきた、うんあのー、と思いますんで、各陣営も。うん、ここにきての上昇度っていうのはね、特にあの僕は重視したいなというふうには考えながら、ベスト3を選ばせていただきました。 皐月賞に続いて2冠を目指す馬もいれば、その皐月賞で敗れてリベンジ燃えるそんな馬もいれば、うん、ー別組、皐月賞組か、また違うところから上がってきた馬もいてというところで18頭で揃いました。えー、早速、日本ダービーの調教でストりを伺っていきたいと思います。まず第3位は はいえー、第3位はスキルビングにしますおおスキルビングまさに皐月賞組とはまた違う路線で上がってきた、はいえー、青葉賞で1、えー、着のスキルビングですねはいそうですねあのこの馬はあのデビュー当時からやっぱりあの体にも恵まれていたんですけれども、うん、いたしあの本当にあの走りのスケールは大きかったんですけれどもまだやっぱりこう若干馬に緩さが残っていて。 コロナの成長カーブに合わせながらの調整という形になりました、なので、あのデビュー当初はそれほどこう目立った調教時計を出していなかったですし、うん、あのすごく丹念にこう構想いはやったりはしてるんですけれども、うん、特に統計面から強調できるなっていうようなことは今までなかったんですよね。 うん、なので、まあ、前走の青葉賞も正直、長距離面からは半信半疑っていう部分がまだ拭えなかったんですけれども、ただ、あのやはり馬もね、あの経験を積みつつ、すごくあのしっかりしてきて、徐々にこうゆるさも取れてきて、あの大人の姿にちだいぶこう近づいてきたというところで、うん、しっかりこう日本ダービーという,こう大一番を前にね、調教の強度を上げてきたなっていう印象がまずあります。 1周、うんまあ、前は、ねまあ、結構、長めからしっかりこう合わせ馬をする形で馬にしっかりとこう負荷をかけて、えー、今週は3頭合わせの真ん中あのこの馬は、ね、あの本当にレース当初にあの3頭合わせで馬を両サイドに置いてすごくあのタイトな隊列の中で中の真ん中でしっかりこう プレッシャーを与えられながらしっかりこう走るっていうことを、うんえー、最終域ではやってくるんですけれども、うん、そういった中でもねしっかりこう自分の走りを貫いてラスト1波ン11秒2という、あのー、この馬の今までの自己ベストのラスト1波ンをマークしてきましたね、うん、で、まあ、やっぱりこの馬はあのー、どちらかというとやっぱりこう瞬発力というよりは長く癒いしいをしっかりこう持続できるタイプという印象で、うんうん、あのー どっちの走りもすごくゆったりしてるんですよね。うん、うんうん、すごく、あの、急ぐ、急ぐところがなくて、あの、安上の指示をしっかりこう、待てるというかね、そういう、なんかすごく、こう、懐も深い、そういった走りっぷりが、非常に、あの、僕はスケールの大きさとして、あの、認識するぐらい、あの、そういったものが感じられますし、うん、それでいて、あの、ゴーサインが出てからの反応っていうのもすごく、しっかりしたものがあると思います。で、まあ、今週は、あの、やっぱり大一番前ですからね、 かなりこうしっかりこうラストを動かすようなあの調教をしたんですけれども、うん、あの非常にあのストライドも大きいですし、あの他の馬に比べると調教の強度っていうのはまだまだ上げていないんですけれども、うんまあ、それでもやっぱりあの非凡なものを感じさせるその走りだったなというふうに思いますね。非常にあの、うん、走りのスケールは大きいですし、あいかにもこうステイヤーだなっていう思わせる操縦性の良さっていうのを すすごくあの感じさせる馬ですなのでこの 2400m でまあ連勝してきたっていうのはすごく僕は今回の調教からは納得していますし、うん、ここに来て今までにないぐらい調教の,の強度を上げてきたということであの馬に上積みをかなり見えるなということで今回はこのまま第3位にしたいと思います。 はい、このスキルビングですけれども、あのデビューから524キロ、4000とも524キロで体重変わらないんですけれども、うん、あのどうでしょう、この、まあ、戦いをこう踏んでいくにつれて、馬体の変化とか、はいあ、体つきっていうのはどうですか、変化ありますかそうですねあの、体つきは特にあの大きく変わってはいないです。大きく変わってはいないんですけれども、ただやっぱりねあの、デビュー時のパドックと見てると、やっぱりこう馬がね、まだちょっとこう、 えー、レースに向けての心構えができていないというか、少しこうまだこう前向きではなかったりですとか、うん、若干こう、友に緩さがあったりですとか、まだまだ子供だなっていうような印象だったんですよね。ただ、やっぱりこのますごくあの学習能力が高いまで、うん、一戦ごとにそういったあのレース前、しっかりこう気持ちを乗せて歩くっていうこともね徐々にできるようになってきましたし。うん、あのー あまりこう無理に、ね、レースを使うっていうことをしてないんですけれども、すごくあのその一戦一戦をこのまま大事にして、すごくあの自分の,あの経験としてね、すごくあの身につけてる部分が大きいなというふうに思いますし、それに伴ってあの歩、パドックでの歩きの方もすごく良化してきたのでうんあの、ここにきての上昇度っていうのはね、あのかなり僕は上位なのではないかなというふうに思いますね。 うーんそういった気持ちの面でもお前向きに、えー、戦うんだということもこの馬にとってこう入り込んできているなという感じですかそうですねあの、前向きなんですけれども、ただ落ち着きもあるんですよね。うん特にこう無駄ななこととをしないというか うん、あの気持ちが入りすぎたりはすることはないですしもちろん,、うんうん、あの、安全の指示をしっかりこう待てるっていうね、そういった賢さを持っている馬なんですよ。だからまあ、追い切りの時も、やっぱりこう、合わせ馬の相手をすごくよく見て、うんあの、それに合わせようなところもちょっとあったりもするんですけれども、うん、ただまあ、それでもね、集中力がないっていう感じの走りではないですし、すごくあの操縦性というかね、 まあやっぱりあの賢い馬だなっていうのは追い切りの走りからすすごく感じます、ね、うーんあのこの日本ダービーはね、あの上がり3ハロンの最速馬がこれまで3勝、でその上がり3ハロンが2番,の2番の馬が4勝と過去この10年を見ても、やはりこの最後の末足っていうところが鍵になるかなと思うんですけど、うん、このスキルビングはどうですかね。 そうですね、1つ強みとして、やっぱり2400メートル、東京の2400メートル、今回と同じ舞台を2回経験してるっていうのは、やっぱり大きなあの強みになってくるとは思いますね。意外と2400メートル経験してる馬は少ないんですけれども、うん、そういった中でどんな競馬ができるかっていうことも試せましたし、う,んうんね、まあ、 やっぱり2400メートルである程度こう、こんな競馬をして、ここまで足を使えるっていうことが、ある程度、安城のルメール騎士も把握できてるんでね、すごくあの、うん、枠、この枠はすごくあの僕はいいと思いますし、ある程度こう動かして、ポジションを取りに行っても、最後までこう足が持つかどうかっていうのをね、ルメール騎士はおそらく分かってると思うんで、うん、そのあたりの強みっていうかね、こうレースを自在にこう動かしていきやすい強みっていうのはね、 やっぱりスキルビング陣営にはあるんじゃないかなというふうには考えています。枠も含めてスキルビングに向いているんではないかということで、スキルビングは第3位になりました。え続いて第2位です。はい、えー、第2位はファントムシーフにします。はい、ファントムシーフ、前出走はね、サツキ賞3着に敗れましたけれども、安、ま、城、あ、は竹は武豊、手に乗り換わってということでダービーに挑みます。ファントムシーフがあー第2位です。 そうですねもともと調教ではすごくいい動きをする馬なんですけれども、うん、あの今回も非常にあの活気があって、いい動きを連発してますね。皐月賞からの直行組なんですけれども、うん、なんとこうコース調教中心にもうびっしり乗り込みまして、うん、合わせ馬ももう4本やってるんですよね。うんうん、なので、かなりあの中身の濃い調整ができてますし、うん、前回からさらにこう状態面を上げて。 やろうっていうといい意欲が、えー、この調整過程からは見えると思います西村球者は結構あの朝一番であの追い切ることが多い球者なので少しこうタイム補正的には若干こうもう少し遅く考えた方がいいのかなというふうな印象はありますけれども先週はラスト1波の11秒0ーとあーと合わせた相手をまあ豪快に突き放すという。 まあそういった追い切りができました。で、まあ、合わせた相手っていうのは、オープン場のソリタリオと体勢ドレフォンだったんですけれども、うん、その体勢ドレフォンが、選手、ヘイアステークスで4着に頑張ってるんですよね。<ー>なので、結果的には、相手が動かなかったというよりは、子どまが動いたというような、まあ、そういった解釈で1周前の追い切りは良かったと思います。でまあ、今週は えー、合わせ馬のパートナーだったソリタリオと一緒にこう合わせ馬で、えー、最後まで楽に走ってラスト1アロン11秒3という、ね、非常にあの鋭い動きを見せてくれましたし、うん、あの追い切り時計の感触そして走りの感触反応これはもうすべてすごくハイレベルですね、うん、で、まあ、あのすごくいいなと思ったのは結構前足を高い位置に上げてしっかりこう 体を伸ばして走れてるってことですよね。オーサインが出てから。うん。あの、フォームに硬いなってイメージが全くないんですよ。<ー>うん。なので、これはやっぱりあの、皐月賞のダメージがないからこそ、この動きだと思いますし、中間もね、本当に、あの、しっかりこう入念に追い切れてるんでね。うん、なので、前回の疲れっていうのは、あまりこう考えなくていいのかなっていうような。 そういった追い切りができていると思います。こ、うん、れプラス動きの良さ、そして長距離の中身の濃さ、そしてフォームの素晴らしさこの辺りを、えー、高く評価して今回はこのも第二にしたいと思います。さつき賞ではね向こう正面でちょっと落鉄があったみたいですよね。うん、そうなんですよね。 うん、ちょっと不運なところがあったと思うんですけれども、うん、それでもやっぱり3着に頑張れるあたりは、やっぱり能力の高さだなというふうに思いますし、あとは、まあ、今回は距離がちょっと伸びますんでね、うん、その未知の距離にどう対応していくかというところだと思いますけれども、そうですね、しっかりこう、状況でもメリハリのある動きはできてますし、しっかりこう、折り合いさえつけばね。 うん、距離は持つんじゃないかなというふうには考えてます。もともとその能力が、まあ、あって、皐月賞でも落鉄があって、まあ、けどそれでも三着まで来る実力はあるという中ではありますが、その皐月賞からこの日本ダービーに向けて、一番こう大きくファントムシーフ変わったところというのは何かありますかうーん、そうですね。僕の中では意外とやっぱり緩めずにやったなというところですね。あ,<ー>うん、あんだけ、あのー タフなレースにななってなおかつこう落鉄もしていて、うん、少しこう馬にダメージはあったんじゃないかなっていうふうに僕は考えていたんですけれども、うんうん、ただまあやっぱりその心配があまりなくて、はいうん、これだけ入念に合わせる馬を重ねられるっていうことはすごくあのリカバリーが早かったんだと思います、うん、で、まあ、やっぱりこ,うこの馬は調教でもねすごくあの真面目に走る馬なんですけれども体質の方もすごく強いんじゃないかなと思いますね だからこそ、これだけの動きが調教でもできるんだと思いますし、うん、それがこうしっかり身になってね、レースに結びつけられるようになれば、うん、もっとすごい馬になるんじゃないかなというふうに思いますうん、うん、あまりこう休めずに、しっかり調教がみっちりできているというのは、馬にとってもプラス、もちろんなりますよねそうですねあの、やっぱりタフな戦いになりましたんで、皐月賞が、うん。なので、うん、あの少しこう、ダービーに余力を残しときたいなっていう。 陣営も結構いる中で、それでもやっぱりこう疲れを早めにリカバリーして、うん、より多くのトレーニングができるっていうのはアドバンテージですし、その辺りがこの場の強みかなというふうには本当に思いますね。うん、佐々木賞、一番人気にまあ答えられなかったファントムシーフですが、日本ダービーでリベンジということになるんでしょうか。ファントムシーフが第2位になりました。えー、いよいよ1位ですけれども、 2冠を目指すあの馬が出てこない他にも実力馬がいる中で気になる第1位ですけれども高橋さんお願いしますはい、はいえー、第1位は、えー、タスティエーラにしますほうタスティエーラ、うん、はい、えー、その皐月賞では2着、まあ、ソウルオリエンスにまあ惜しくも敗れたということではありますが、うん、タスティエーラが1位ということになりましたはい、はい そうです、ね、あのー、正直なところ前回の皐月賞の時は僕はあまりタスティエラがよく見えてなくてというのはあのー、ちょっとやっぱりこうすごく発汗がきつかったっていうのもありますし馬自身追い切りの時にね<ー>それとやっぱりこうちょっと若干口向きの難しさを見せていたのと、うん えー、最終追い切りではラスト1ハロン11秒5っていう、まあ、時計が出たんですが、うん、が抑えよようとしててるのに馬は行きたがってたんですよね、うん、なのであまりこうリズムが噛み合ってなかったなっていうのもありでなおかつあの時計もそれほどこうずば抜けたものが出てなかったので、うん、この調整でちょっと大丈夫なのかなっていうふうに思っていたのが実は皐月賞の追い切りでした。 ああああであの、バグの方も、まあ、一周前の追い切りでは、あのチークピーシーズで、まあ、レース当初の追い切りでは、ちょっと浅めのプリンカーをつけてたんですけれども、うん、若干こう、馬も集中力を欠いてるようなところがあるのかなっていうような、まあ、そういった雰囲気も見受けられましたんで、うん、実は前回の追い切りでつき賞、あ,あれだけ頑張ったっていうのは、僕的には少しこう驚かされる部分があったんですよね。 今回の追い切りがどう変わっていったかというと、うんうん、まずそのチークピーシーズだの,あのブリンカーっていうのはなかったです。<ー>なかったですし、まあ、前回見られた発汗っていうのもあまりなくて、うん、馬自身もすごくあの行儀よく走っていたなっていうのがまず第一印象ですね。うんうん、まあ、合わせ馬をするんですけれども、すごくあの馬自身もしっかりこうコントロールが効いているし、 あの、道中のためもすごく効いて、馬自身が、前回のレースを経て、すごく、あの、状でもリラックスして走れるようになったな。ちょっとこう、一段、あの、上の感じに、上の状態に持っていけたなっていうのが、まず、この馬の、今回の追い切りに対する第一印象です。で、あの、まあ、一周前にはラスト1波の11秒0という非常に早い時計を出して、あの、まあ、オープン場のコルセール、カフェファラオあたりに、 こう先着しましたし、でまあ、今週はね、まあ、あ,のあまりこう負荷をかけすぎないっていう感じで、まあ、の未勝利馬をね、えー、合わせ馬の相手に選んで、うん、あのリズムを整えるっていうような調教をやったんですけれども、それでもラスト1あの11秒1っていう時計をね、馬なりで出して、うん、すごくあの走りそのものも、えー、すごくあの合わせる形で前に出ようっていう気持ちがね、すごくこう、 見えますし、うん、それでいて前奏のような難しさも全く感じさせてないんですよねなのであの前奏の追い切りからすると全く別馬のようなそういった動きに変わってきています、うん、おそらく、まあ、それは何が原因かはちょっとよくわからない部分はあるんですけれども、うん、ただまあ前回の戦いを経て、まあ自身が少しこうレースっていうものをリレースというか競馬というものを理解して、うん 若干、こう、調教でも落ち着いて走れるようになってきたのかなっていう、うん、気持ちがちょっとこう大人になってきたのかなっていうような、まあそういった印象が今回のタスティエーラから見えますね。うん、なので、あのー、前回のその皐月賞のタフな戦いを経て、まあいろいろこうね、あのー、リカバリーですとか、うん、そういったこう、疲れ、疲れを取って、こう、うまくこう、 状況内容を強化していくですとかね、いろいろ難しいテーマがあったと思うんですけども、うん、そういったあたりをすべてクリアして、うまくこう大一番に合わせてきたのが今回、この馬だなというふうに感じましたので、今回はこの馬を第一位にしたいと思います。はい。あの、その、あまりこう馬の状態としてはよくないんじゃないかと見られた中でも、皐月賞。 2着というところで構想をしてそれよりもこのレース前のま比較で言いますと、はい、日本ダービー今回の方が馬の状態は断然いいということですよねそうですね少なくても長距離の動きは今回の方が断然良く見えますねああ<ー>、全く違うと思います、えー、このタスティーラですけどもこの 3, 戦、はいね、3レース続けてこう体重馬体重減らして挑んでいるんですけれども、うん、今回はどうですか そうですね、うんあのー、それほど、まあ、大きく変わった感じはないんですけれども、うん、ただ、まあうん、特にこう細いという感じもないので、バランスとしてはうまく整っていると思いますね。うんあのー、あまりもともとね、あのー、無駄な肉がつくタイプではないので、すっきりと見せるタイプで。 うんまあ、その辺はこうあまりこう成長ですとかね、ばた面にこう目に見えたこう変わってきた点っていうのはないんですけれども、うんうん、ただまあその馬の精神状態ですとか走りですとか、うん、そういったものはまあ前回よりはだいぶこう変わってきてるなっていうような印象なので、うんうん、その辺りはまあ、そうですね、いい意味で変わらないっていう感じで捉えていいんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、このタスティエルにとっても まあ、2400m は、まあ、未知の世界というかね初めてのレースになりますけれども、うん、その距離が伸びる点についてはいかがですかそうですね。全、まあ、走時の追い切りきったらちょっと不安ですけどね。ああうん、ただまあ今回はうまくこうコントロールも効いていて、すごくあの落ち着いて、バタバタせずに走れてるんで。うんまあそういった意味では、こなす下地は、うん、整ったのかなというふうに思いますね。 あのね皐月賞もね好意につけてうまく抜け出したんですけれどもまあこの多くの競馬ファンは達成以勝ったなというふうにもね最後の直線残り200メートルあたりは見えたんじゃないでしょうかねねそそうですよ、ねあのはい、本当にそうだと思いますただまあちょっとね一 <laughs> 頭すごい足で突っ込んできた馬がいたから。はい ちょっと、ねまあ、この馬にとっては不運な部分もありましたけれども、まあ、それでもね、つき賞2着の内容っていうのはね、すごくあの素晴らしいものがあったというふうに思いますので、えーうん、まあ、そうですね。まあ、馬場もかなり特殊でしたしね。そういうところを考えても逆転の目は十分あるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、日本ダービーの長距離ベスト3で揃いました。3位がスキルビング、2位がファントムシーフ、1位がタスティエラということになりました。 <で>はい、先ほど話に上がりました、まあ、最後一頭追い込んできて、えー、<laughs> 強い勝ち方を見せたソウルオリエンスが、この調教ベスト3では入りませんでした。高橋さんはい、えー、っとですね、入れるかどうかすごい迷いました、この馬は。お正直。動き的にはもう全然問題ないと思うんですよ。 うん、思うし、まあ、やっぱりさすがにね、はい、みんなあの、日本ダービー、春の大目標だけあって、本当にあの渾身の仕上げでここに臨んでますので、うん、うんそういった中でも、すごくあのハイレベルなことはできているというふうに思います。ただ、まあ、今回、やっぱりあの上,ベス上位ベスト3に上げるにあたって、まあ、すごくあの僕の中で優先したのは、はい、ここにきての上昇度です。はい、なので、はい そういう意味ではソウルオリエンスは、まあ、あの前回と前回からそんなにガラッと変わった感じはないんですよね。うんうん前回の感じをうまくキープしてるという、まあ、そういった感じなので、うん、大幅にこう上向いたという感じではないです。高いレベルをキープはできてるけれども、はい、うん上積みというのは正直ちょっと。 あまり大きくはないのかなというふうに思いました。そのあたりはやっぱりあの京成杯を使ってぶっつけで皐月賞を望みましたよね。うん、これっていうのはある意味本当にあのダービーを意識したローテーションなんですよ。うん,うん。あの皐月賞ぶっつけで、えー、レースを使うことによってやっぱりダービーに少しこう余力を残しておくっていう、まあ、そういった仕上げというか意図。 うん、そのローテーションの意図っていうのは、そこにあるというふうに思うんですけれども、なので、やっぱりあの、皐月賞から、さらにこうもう一段上がってくるかなっていう期待感が、僕の中ではソウルオーリエンスに対してはあったんですが、はいうん、ただ、まあ、そこまで大きく変わった感じはないですね、正直。あ<ー>うん、ただ、まあ、動きの方はいいですよ。すごくあの反応もいいですし、体もしっかりこう動いてますし。うんうん、あのー 内容としても特にこう文句がつけるところはないと思います。なので、体調面は本当に問題ないと思うんですが、ただ、